皆さんこんにちは。私が今来ているのは香港でございます。今ね、地下鉄に乗ってサニーベイという駅までやってきました。この地下鉄トンツォン線ってやつなんですけども、最高速度135キロでめっちゃ速い地下鉄なんですよね。はい、これもなかなか面白い地下鉄なんですが、今日は別の路線をご紹介しようと思います。その名もディズニー線です。今あるね、この香港には香港ディズニーランドがありまして、そこにですね、行くアクセス列車がディズニー線です。反対側のトンツォン線出ていきますね。最高速度は135キロということで非常に速いです。はい、ということでね、ホームの方にやってきました。こちらがですね、ディズニー線のホームでございます。さっき乗ってきた、ね、トンツォン線と対面乗り換えすることができるんですね。窓なりです。で、このディズニー線のホームなんですけども、ディズニーの、BGM がずっと流れてます。ちょっと著作権的に怖いんですけども、まああまり音が入っていないことを祈ります。で、このディズニー線なんですけどね、今いるこのサニーベイからわずか一駅のみの路線ですね。ディズニーって漢字で書くとこういう字だそうです。もうよくわかんないんで、アルファベットがないとこれがディズニーかどうかちょっとわからんよね。今いるね、このサニーベイ駅はね、まあ、東京ディズニーランドでいうと舞浜駅的な、ポジションということで、まあ、すごいなんか南国というかね、ディズニー感あるよね。まあでもはっきりね、あのミッキーとか書いてあるわけではないけどね、そんな感じです。で、列車の、ね、本数はそんなに多くはなくてね、10分に1本だけです。はい、まあ、ディズニーに行くだけだからまあそんなもんよね。で、この路線ね、普通の鉄道ということでね、こんな感じで、鉄のレールがありますね。東京はね、モノレールだけども、ここは鉄のレールです。このディズニー線なんですけどね、まあ、このサニーベイからぐにゅっと伸びています。まあ、路線長はそんなに長くないですね。で、ここが香港ディズニーです。いや、香港ディズニー今回に行きたかったんですけどね、ちょっと一人で行くと寂しいので今回は行くのやめます。はい、まあ、また来た時のお楽しみにって感じですね。はい、ということでね、本日の目玉であるディズニー線の列車やってきました。なんか片方ライト消えてるね。で、車両のデザインなんですが、なんかドナルドダックみたいだね。お、横はめっちゃミッキーマークだ。さすがディズニーランドに行く路線なだけありますね。おお、すげえ。久々に乗るけど何度見てもおもろいね。ちなみにもともとはね、5ドアの普通の地下鉄だったんですが、魔改造されて現在、3扉となっています。なんか東京のディズニーよりもね、なんかディズニー感あるよね、鉄道に。縁はね、赤で縁取られています。ドナルド風のね、車両ですよね。ミッキーじゃないのがね、なんかこれミッキーじゃなくてドナルドなのがね、なかなか面白いですよね。それじゃあ発車時間までそれほどないので、もう早速乗ることにしましょう。下が青で上が白。この時間帯はね、あのディズニーから帰る人がほとんどなんでね、このサニーベイ行きの列車はね、乗ってる人多いんですけども、サニーベイ発の列車はね、全然お客さん乗ってないですね。ガラガラです。なんかここのね、座席の感じがついこの間引退した東京ディズニーのタイプ X みたいですね。何しても車内本当にディズニーだわ。お、スリーカーもミッキーさんですね。お、なんかチップとデイルおるやん。なんかいろんなディズニーのキャラクターがいますね。こっちには、待って、名前忘れちゃったわ。ブルートだ。あ、そうだ、思い出した。そうそうそう、奥にもね、ディズニーのキャラクターがたくさんいます。何しても中から見てもね、ちゃんと窓ミッキーになってるんですね。面白いな。あ、と言っていたら扉が閉まりました。扉の窓はさすがにミッキーではなくただの丸みたいですね。はい、ということで列車はね、始発のサニーベイ駅出発です。まあ、言うて一駅なんですぐ着きますので、多分5分もかからないと思います。3分ぐらいかな。はい、おお、加速結構強いですね。こんな感じでね、車内のあちこちに車椅子スペースもありますね。いろんな人に配慮できていていいんじゃないでしょうか。車内はね、すごいディズニーっぽい塗装ですけども、まあ、やっぱりところどころ地下鉄の面影がありますね。もともと普通の地下鉄の車両だったんでね、それをここまで魔改造してるわけですから、
すごいよね。あとね、海外の、都市鉄道って基本的に座席ね、これ全部プラスチックなんですよ。だけどね、このディズニー線だけはふっかふかの椅子ですね。すごい座り心地いいです。快適やね。さすがディズニーです。でまたね、この路線自動運転でして、一応運転台あるにはあるんですが、運転手さんは操作していません。すごいよね、自動運転だよ。いやてかこんな感じで全面展望見れるのいいですね。また基本的にこの路線は、単線の運行となっております。だけどここなんか信号所かな、伏線みたいになってますね。まあ、10分に1本だから基本的に単線で十分ということなんでしょう。さっきね、暗かったから見えなかったけど、これを見ればね、運転手さんが操作していないっていうのが分かると思います。すごいね、自動運転。この車両自体はね、結構古い車両なんですけどね、それでもね、自動運転ができるということで、すごいね。あ、奥に列車いますね。あそこは確か留置線になっていて、今乗ってる車両の予備が置いてあります。ということで単線になりましたね。このディズニー線ね、まあ、一応車両、地下鉄の車両なんですが、ほぼ全区間にわたって地上となっています。まあ路線短いですからね、わざわざトンネルを掘る、ほどのものでもないのかなと思います。なんか道なき道というか、山の中というか、茂みの中を列車進んでいきますね。大自然の中です。そういえば東京のディズニーランドはね、あのモノレール JR じゃないけども、ここはね、この香港の地下鉄を運行する MTR ってやつがやってるんで、路線図もね、香港の路線図全部載ってますね。ディズニー線だけじゃなく、と言っていたらね、あっという間に終点の香港ディズニーランド駅到着いたしました。なんかホームちょっと長いですね。おそらく今後の増結に対応できるようにしているんでしょう。現在はね、もう夕方ということで、この列車で帰ろうとする人がホーム上にはたくさんいました。この列車はここで終わりということで、奥には車止めもありますということで、着いたんで降りましょう。すぐ着きましたね。折り返し、この列車にはディズニーで楽しんだ後のお客さんが乗ります。さすがディズニーランド駅ということで、もう雰囲気がディズニーだね。うわー、めっちゃディズニー来て、まあ、だけどね、僕あと6時間後には香港出るんで、まあ、どう頑張ってもディズニーには行くことできないんですけどね。ということでお客さんがですね、列車に吸い込まれていきました。いやー、雰囲気いいなマジで。いやー、ガチディズニー来て、次香港来た時はね、誰かと一緒に来て、あのディズニーランド行きたいですね。おお、雰囲気いいなマジ。車内はね、もう立ち客が出てるぐらい混んでおります。今の時間多分若干本数多いんだろうね。すぐに列車出ていくみたいです。あ、ということで扉が閉まりました。そういえばこの駅、雰囲気はめっちゃディズニーだけど、武骨なホームドアついてるんですね。もうちょっとこれもディズニーっぽくしたらどうなのって思うんですけどね。はい、ということで列車出ていきました。スとかこう見ても結構加速すごいな。結構強いモーター搭載してんのかな。で顔ちょっと見てみるとね、やっぱりすごいドナルドっぽいよね。まあ多分ドナルドをあのモチーフにしてるからだと思うんですけど、なんでドナルドなんだろうね。どうすならミッキーとかにすればいいのにね。ちょっと不思議です。ホームのね、端っこの方にやってきました。ここから先はね、どうやら晴れないみたいですね。だけどなんかホームっぽいものがずっと続いています。まあ、将来の延伸に備えてホームだけは突った的な感じなのかな。ここには柵がされています。でここにはね、危険だから入るなっていう遅れがありますね。入ると5000元だそうです。まあなのでだいたい10万円ぐらいかな。うわ、結構高い罰金取られるんですね。絶対に入っちゃいけないですね。まあでもこっちの、ね、入っちゃいけないエリアもさすがディズニーっぽい雰囲気あるよね。この街灯とかもね。またね、この辺りはね、なんか階段みたいになっていて、ベンチっぽくなってますね。座ってる人が結構います。みんな疲れてるんでしょうね、一日中ディズニーで楽しんだから。ちなみにね、この駅今当たり前なんですけども、ずっとディズニーの曲が流れています。著作権的にちょっと怖いけどね。まあでもこればかりは仕方ありません。
いや、いい曲ですね。結構好きです。でこの辺りはね全部階段になってますね。で奥がエスカレーターという感じですね。じゃあちょっと奥のエスカレーターの方向かってみましょう。せっかくなんでちょっと改札口の方まで行ってみようと思います。ここにねエスカレーターあるんですけども、これ登ると改札があります。で後ろ振り返るとねこんな感じでホーム全体を一望することができます。すごい屋根高いから開放的なんだよね。でこのエスカレーターを登っているのは今自分一人だけ。降りる人はたくさんいるけどね、まあこの時間にこの駅に来る人の方がちょっと頭おかしいと思います。何にしてもすごいディズニー感あるわ。おこの改札口とかね駅舎もやっぱディズニー感ありますね。で面白いのがねここにこの鉄道をね運行している MTR のロゴがありました。おしゃれだね。おあそこに香港ディズニーランドリゾートって書いてありますね。あ上にはミッキーもおるわ。いやー行きたいな、まあ、だけど今回は先ほどから言ってるようにいろんな条件により行くことができません。ちょっとちゃんと時間作ればよかったな。こういうところに、ね、来てね初めてめっちゃ行きたくなるんですよね。通常時は別に大してまあって感じなんですけども、なんかね黒い箱あるなと思ってよくよく見てみたらねこれなんとエレベーターホールだそうです。おエレベーターやってきたね。これすごいおしゃれだね。香港ディズニーすごいな。でこっからですねホーム見えるんですけどなんか展望台みたいだよね。ちょっとねここのホームにやってくる列車をね見て今回この動画を終わりたいと思います。まあ一駅だけの路線だからね、まあ、紹介するのもまあサクッとって感じですね。いやにしてもおしゃれでいい雰囲気の駅ですわ。ほんとディズニーって感じするよね。さすが同じ雰囲気のディズニーということで、まあ、東京とはね、まあ、全然違いますけども同じディズニーって感じはするよね。今ね柵に寄りかかったんですけども柵見たらねここにミッキーいるんですね。もうあちこちにいる。さすがディズニーランド駅って感じだわ。さっきのサニーベイの駅はねもうほとんどディズニーマークなかったんだけどね。ここにはディズニーマークがたくさんあります。さすがディズニー駅って感じだね。まあ、だけどこれぐらいで他はあんまりディズニーマークはないかな。ディズニーというかミッキーマークだね。でもあの帽子はなんかすごいミッキーっぽいよね。フィルファーマジックにありそうなやつですね。あんまりディズニー詳しくないんであれですけどね。今ね放送かかっていましてもうそろそろ列車やってくるそうです。まあすぐやってくるね。さっきこの駅着いたばっかなんだけど、いやにしてもこの明かりの感じがいいね。いい雰囲気出してます。いやー東京帰ったらディズニー行きたいな。まあ行く人いないけどね。はいということで列車入線してきました。お上から俯瞰してみるのはなかなかいいですね。なんかめっちゃドナルドで雰囲気変わってるけども、やっぱりなんかもともと普通の地下鉄で使われていたんだなっていう風格はありますよね。おおすごいホーム上めっちゃ人いるね。さすが夕方です。現在時刻は午後6時15分です。はいということで本日は香港を走るディズニー仕様の路線に乗ってきたという動画でした。さすがディズニーに行く路線なだけありますね。うわめっちゃ人乗ってくわ。はい、それじゃあこの辺りで動画の方終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。最後にねこの列車の出発を見てこの動画締めたいと思います。多分ねすぐ出発すると思うんですけどね、まだかな。これさ地下鉄用の車両だから外吊り式のドアなんだよね。日本じゃあんまりね外吊り式のドアって見ないけども、香港をはじめ海外では結構見られます。外吊り式って言ってドアがね外にむき出しになってるやつですね。日本はね戸袋って言ってあの扉が袋にしまわれるんですけどね、香港はもう完全に外にあります。いやーにしてもいい雰囲気だね。あれ意外と発車しないね。発車したわ。はいということで扉が閉まり列車出発です。この上の丸い感じね、ほんと地下鉄だよね。まあ今現在はねこれこのディズニー線、専用仕様ということでディズニー線でしか走らないけどね。
この一駅間を行ったり来たり一日中しています。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。すごいね、今お客さんが全員乗ってからホーム上ガラガラですわ。すっからかんだね。だけどどんどんエスカレーターでお客さん降りていくんで、数分後にはホーム上はお客さんでいっぱいになるでしょう。